こんにちは。今日はですね、これ私の工具箱なんですけども、もうぐちゃぐちゃになりまして、もうそろそろなんとかせなあかんと、こう我慢の限界になりましたんで、なんて言うんですか、その整理というか模様替えというか、このレイアウトをいろいろ考えてまして、で、どれをどこに置くかということを考え始めますと、本当に部屋の模様替えのように、なかなか決まらないんですよね。で、今回こう、我慢できなくなった理由の一つが、新しく買いました、この、ソケットですね。これの居場所がなくて、この居場所を作らなあかんと。で、こいつも居場所前からずっとないんで、居場所がないとですね、せっかく便利なものがあっても、なんか使わずに、不便な道具で何とかやってしまうというもったいないことが起きるんで、定位置というかですね、居場所を作ってやって、せっかく持ってる便利な道具を、こう、活かすためにもですね、まあ、やっぱりこう、整理しないといけないかなと、思うんですよね。で、私、これ、木の板なんですけども、これにこう丸い穴を開けまして、そこにこういっぱいこうソケットを挿してるんです。で、例えばこれだと大きいソケットですけども、こういうホルダーにですね、もう居場所がないんで、で、こういうものを作ったというのが過去にあったんです。で、今回このソケットもですね、こういうふうに、こいつをですね、一個右へやってですね、で、これをここにこうしようかなと。穴の大きさちょっと大きくしてやらんとダメですけど。で、今言ってたこれもですね、なんかこういう、なんか居場所を作ってやりたいなと思うんですね。で、これ見てもらうとわかるように、こう、もうただ穴開けただけで、底もないんですよ。で、この底も作って、やろうと思いまして、そこがないと、これを持ち上げた時にですね、工具がもう全部こうそっと下に抜けてしまいますんで、ちゃんとそこを作って、できたらこの持ち上げれるように、なんか取っ手のようなものをつけたいなと思うんです。でもなんかこういういらんもんとかも使わんもん全部もうどこかにやってしまってですね、まあ捨てるわけじゃないですけども、もうほぼ使わないものばっかり集めて、もう箱に入れてどっか片隅へ追いやっておこうかなと。でですね、あと、やりたかったことが、私、このホルダーが、2分の1サイズのソケットで、ここが8分の3で、で、ここをインチ工具にしようと思ってたんですけども、なんか、きっちりできずに中途半端なことになってて、で、ここが4分の1なんです。で、私8分の3をよく使うんですけど、このホルダーの表示で言うと6ミリからずっと始まりまして、で、ここが20ミリなんです。で、私8分の3をですね、21、22ミリまで、まあ、使うんですよ。で、まあ、そのぐらいのサイズになれば、2分の1工具で使った方がいいと、まあ、聞くんですけども、なんか使い慣れた8分の3で、やってしまいたいことが多くてですね、このホルダーもうちょっと左あればなぁと。今言ってたのが、この、8分の3ですけども、表示が20までしかなくてですね、私、8分の3で22まで、使うんです。ですから、この先にですね、21、22とあればいいんですけども、ないんで、どうしようかなと思ってまして、で、この2分の1のこの黒いホルダーの右の方、ここが10と11なんですけど、この2列はもう私使いませんので、10と11ならば、こっちのね、8分の3工具使うんで、
10と11余ってるんで、ここを表示書き換えてですね、ここを8分の3の21と22の居場所にしようかなと思います。で、あと、インチ工具なんですけども、この赤い、このホルダー、ちょっと表示がメトリックになってますんで、全部書き換えの邪魔くさいんで、もうそれは、ちょっとインチ工具の表示をされたちゃんとしたこういうホルダーを買おうかなと思います。まあ、安いものなんでね、買おうと思います。で、この4分の1の方も、4分の1工具、あんまり使いませんので、今あるこれをなんか表示ちょっと書き換えたりして、なんか使おうかなと。あ、ほんで、あとこれやな。このなんちゅうんですか？この先っぽたち。このビット差し替えって言ったらいいんですかね。もうあんまり好きやないんですよね。この先っぽを変えて、これ、なんかこのトルクスとか。でもこれほぼ使いたくないんで、これもどこか隅に追いやるということで、もう引退してもらおうかなと。こういう、で、今回の作業で、まあ、安もん言ったら、ちょっと言い方悪いですけど、まあ、その安く買った工具が壊れていくっていうのをもう目の当たりにしたんで、まあ、なるべく、もう昔、若い時にね、買ったの安い工具は、一軍では使わないで、なんか叩いたりする時とかね、こう、自軍に使ったりとか、まあ、そういう使い方の時に、活躍してもらおうかなということで、これもなんか安い工具たちなんですけど、まあ、これもちょっと箱に入って隅に追いやろうかなと思います。で、ということで、もうずっと前からやりたかったこの部屋の模様替えをしたいと思います。で、この引き出しがですね、まあ、これみんなそうなんですかね、全部出てこないんですね。こうやって10センチ、10センチぐらい奥が、この屋根がまだある状態で、なんかデッドスペースみたいになるんで、ここに長物のものをずっと入れてました。さっきもごそっと出したんですけど、まだこんだけちょっと残ってます。長物って何か言ったら、ブレーカーバーとか、バールとか、あと、あれですね、カチンってある、トルクレンチとか、こう立てておけないような長いもんをここに置いてたんですけども、ちょっとそれの置き方もなんかちょっと考えようかなと。あんまり長いもんでも、普段使わんものは、もうこっから引退してもらって、別のどっかに入ってもらおうかな、というふうに思います。で、これは、メトリックの8分の3用のホルダーです。このネズミ色。これもいらない。あ、これこっちに入れ替えようかな。あ、じゃこれもいらんのか。ということは、インチ用のホルダー買ったら、このメトリックのホルダーが2つ余ってくるな。まあ、余ったものをどう使うか。余ったものは、追いやられたソケットたちの居場所にして、どっかにまた置こうかな。このソケットね、穴が開いててね、壁にかけること想定されてるんですよね、これ。これだから、これなんかこう壁にこうバーンとつけて、ここにソケットを刺すと、まあ、ね、まあ落ちないよ。まあ、こういうところにバチッとつけて、まあ、そういう使い方もありかなと。ということで、前々からやりたかったこのお部屋の模様替えをちょっとやってみたいと思います。まずこの木板の底からつけていって、ちょっと穴を作って、
またこういうものを入れていけたらと思います。これやっていきます。今ちょっと穴増やしまして、これで、これがここと。今回新しく買ったソケットがここに来ると。こうですね。で、新たに開けた穴にこれが入ると。そしたら、この木板に底をつけようと思うんですけども、このプラスチックの板なんですけど、壊れたプリンターばらして、なんか使えるかなと思って残してたプリンターの中にあった部品です。これで、だいたい切りかけ、で裏に貼っつけていこうかなと。できました。もうあるものでやるということで、もうそのままの木に、家電製品をばらした時に出てきたプラスチックの板、このプラスチックの板が、ね、すごく割れやすくてですね、カットするのも気遣いました。穴を開けるのもちょっと気をつけながらで、でこの手持ちのこの S 型のこのフックですか、これがありましたんで、これをつけました。まあちょっと行き当たりばったりであるものだけでやったんですけど、まあ、これでいこうかなと思います。とりあえず工具を並べてみました。ちょっとまだこの空いてるとこありますけども、今後こうやって穴増やして、なんか収まりきらん半端なやつをここに並べていこうと思います。な、これ、あとね、ちょっとこれ、どれが何か、こう、テプラかなんかで書き込みたいんですけど、まあ、それはまた次回するとして、とりあえずこれを、工具箱の中に入れていこうと思います。
この木の板、もともとこう横にこう使ってたんですけど、ちょっとスペース作るためにこう縦にして、これでこういう使い方にしようかな。なんかここやらもったいないな。デッドスペースやな、手前やのに。これ逆にしますと、またこのあんまり使わん工具が真ん中に出しゃばってきますんで、とりあえずこれで、まあ使えるか。でも、それで縦にしたのが、こういう中ぐらいのというか、このぐらいの長さの工具をここに縦か横で置きたかったんですよね。どこかな？横か縦か。で、よかった。長物は一応この奥のスペース、これ、奥スペースはあるな。ちょっとレイアウト考えます。はい、とりあえず置きまして、結局ですね、この奥の、このデッドスペースというかね、この奥の部分に長いものは、結局置くことになりました。でね、奥はもう、この言ってたように、この天井がありますんで、とにかく物を出し入れしにくいんですよね。で、そこにこのトルクレンチを私置いてまして、このトルクレンチが縦に置けないんですよ。この幅というか奥行きが足りなくて。もう横に置くしかなくて、で、ここに置くのが嫌だったんですけども、結局またここに置くことになりました。短いトルクレンチは縦に置けまして、これなんですけど、ここに置けました。で、これは2分の1のスピンナーハンドルで、これもギリギリ縦に置けましたね。長物にちょっと触れるか触れないか程度のところまで行きますけども。このトルクレンチをちょっとパッと取れる位置に置きたいんですけどね。まあこれまた課題ということで。で、今、作りましたこの木の板ですけども、画期的なことに、これスイベルラチェットなんですよ。このスイベルラチェットをこう、縦に置くという。これも。短いやつなんで、こう縦に置くと、置けるんですね。これからもこの、縦に置こうと思いましてね。この赤いやつもこれ、なんちゅうか知らんけども、ここにピュッと。ここなんかない、残ってるな。これ何に使おうかな。で、ちょっとずつ整理ができてきた。じゃあ次、この2分の1工具のソケットホルダーの10ミリと11ミリのこの2行2列の部分の4つですね。これは8分の3の21、22のための場所にするために、この表示をちょっと変えようかなと思います。ここに、21と22と、テープを貼っても書きました。でですね、ここに、21、22。うわ、最悪、入らへんわ。21。これも21。19。22。
ということで、8分の3のソケットホルダーは20までしか入りませんので、まあ、そこを超えた分をこっちに持ってきました。もうむちゃくちゃな置き方になってますけど。22入らんのが悔しいな。12ポイント。どっちのがええかな。どっちもノーブランドやな。あ、違うわ。これ、硬券や。硬券入れとこう。こうしとこう。これは、お蔵入りと。8分の3なんですけど、8分の3で21とか22とか、まあ、あんまり使わないと思うんです。21、22になりますと、もうこの2分の1サイズでこう使うと思うんですけども、もう私は8分の3でそのサイズ使うことがあるんで、こうやって場所を作りました。で、同じサイズのもんがこう何個もあることの理由がですね、なんかなくしたと思って、こうやってぐちゃぐちゃに置いてたんで、なくしたと思って、まあ買わなあかんと思って買ったら後から出てきたとかですね、持ってないと思って買ったら実は持ってたとかですね、まあそういう間抜けなことで、こんなに同じものが何個かあるということになってしまうんですね。だからそういうのを防ぐためにも、ちょっとこの定位置というか、その居場所を作ってやって、あるものとないものをはっきりさせようかなと。もうこう歯抜けになってるところが結構あるんで、ちょくちょく買い足していこうと思います。で、悔しいのがですね、よく通販で買うときに3000円以上買ったら送料が無料になりますよとか、それとか何個抱き合わせで買うと、こう、送料無料になるとかいうときに、別に欲しないのに送料無料にするために何か欲しいもんないかなとか、まあそういうふうな買い方をするときあるんですけども、まあそういうときに、この歯抜けのやつを、こう、ショッピングカートに入れるということで、買ったらええかなと思ってます。そしたらこのインチコークですね。これやっていくためにインチコークのソケットホルダー買おうかな。これ eBay で買ったらめちゃくちゃ安いんですね。届くのものすごい時間かかるけども。前買った時ね、これ3つぐらいセットになって何百円やったんですね。2本で買ったら1個1000円ぐらいするかもしれないですね。まあ買ったことないんでわからないですけど。ということで、今回の動画は、ちょっと自己満足ですけども、ちょっと工具箱の整理ということで、やってみました。自分的にはすごくスッキリしました。もうやりたかったことが大体できましたんで、まあ、ただ課題もありまして、またちょくちょくとやっていきたいかなと思います。で、私ね、このプライヤーの類の、整理がめちゃくちゃでしてですね、もうこんな感じになって、いつも取り出すのにすごい難儀するんですけど、なんかこれいい整理の仕方知ってる人いたら教えてほしいなと思います。もうむちゃくちゃなんですよね。ほんで困るのが、このなんちゅうんですか、プライヤーでこのバネついてるやつ、もうこれ大嫌いやな。なんで買うねんちゅう話ですけど、何のためにバネをつけるかなと。
もう、小バネ取ったらええんか。小バネついてないやつはほんといいな。日本人はね、お箸を使う民族なんでね、バネついてないやつを器用に使うのが、これ日本人の特権でもあるんですよね。だからもうこれも、これ何やこれ。もうこんなん絶対バネいらんやん。こんなん。で、これバネついてるからね、収納するときにね、これ広がるでしょう。広がるからね、もう、収納すごいしにくいんですよね。こう、はみ出すんです。で、こう寝かさなしゃあないと。でもこんなことなるんですよね。またちょっと半端な時間というか、やる機会があったら、このプライヤーの、何これ。ああ、これ出てきた。ああ、これ。これ大事なやつやん、これ。これ GM のヒューエルホースのコネクタ外すやつですね。うん、これ大事なやつや。こんなとこ置いといたらあかんわ。うん、と言うても、どこに置くか。置く場所ないか、またここに置いとこう。ってこうなるんですよね。はい、また。プライヤーのこの棚も整理していきたいと思います。